はい、11月26日、えー、熊沢でございます。今日はあの、実は、昨日だか一昨日いに、まあ、連絡が来て急遽決まったんですけども、まあ、受託撮影の、まあ、サブカメラマンとして、えー、神奈川県は横須賀市、猿島まで、えー、行ってきました。僕はの神奈川出身で、まあ、猿島には中学の時に一回行ったことあるんですけど、 まあもう当時の記憶なんてなくてですね、もうほんと初見という感覚で、えー、撮影の方をしてきました。で、まあ、えー、サブカメラマン何するのっていうのでね、例えばミュージックビデオの撮影だったんですけど、ミュージックビデオの撮影でサブカメラマン何するのかなってなると、まあ、まず一つ、一つあり得ることは、いわゆるそのメイキングの収録ですよね。で、まあ、それ、 が、まあ一つあって、もう一個は、まあ普通に、えっ、ー、と、メインのカメラマンと同じように、えー、例えば、えー、いわゆるリップシーンと呼ばれるですね、まああの、ミュージシャンの方、例えばラッパーであるとかシンガーであるとか、まあ主役の方が歌ってる姿を,をマルチに撮る。正面から、それから横からとか、えー、そういったね、なんかまた一悶着してますけども、うちの猫ちゃんたちがね、 中はいいんですけどね。はい、でまあそういうふうにそのマルチアングルで撮っていくっていうところで、えー、カメラマンが数,数年いるというパターンとそれから、えっと、もう全く別行動で、えっと、B ロールを撮っていくというようなあ、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけども、まあ、昨日は基本は B ロールで、まあ、演者さんとおカメラマンとおそのマルチアングルで撮っていくと。 というようなことであったりとか、あるいは、えっと、メインのカメラマンの方が、えっと、つけてるレンズでカバーしきれないものを、こっちでつけておいて、カメラ交換して、えっと、同じロケーションで、例えば同じバース、同じフックのセクションではあるんだけれども、まあ、焦点距離違いで、あの、標準から広角に変えてとか、まあそういうのとかもフレキシブルにやりながらという感じでした。 はいでまあ、ロケーションすごくよくてですね基本はもうジンバルに装着して、えー、っとどん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 動きのある映像を撮っていくっていう形だったんですけどあのー、晴れたしとにかくまああったかくて空もねあのー、青ザ・青って感じだったしすごくこうねあのー、島の中をこう歩いてるとですねすごくコントラストの強い、えー、雰囲気のある場所があったりとか。 あとね、こう景色が抜けてるあ海と空とっていうような、あのー、場所だったりとか本当にいろんな場所があってもうみんな使ったらいいんじゃないかなっていうねあの風、ー、に思いましたで猿島の滞在時間と、えー、往復の、えー、っと電車の時間が大体同じぐらいっていうね今あの僕は神奈川から遠く離れたところに住んでますので まあ、距離はどうしてもあったんですけどでも非常に有意義な一、あのー、日になってですねあの仕事をくれて感謝しておりますというようなところでございます。はい、ということでまあ明日もあの頑張りたいんですがもうゆっくり眠りたいなともしかするとこの Vlog はちょっと出るのが遅くなっちゃうかなと、えー、思うんですけれども足からずというところで熊澤でございました。